すごい、これ使うのもったいないけどすごいな。こんにちは、アジーンです。今回は私の最新の筆箱の中身を紹介していきたいと思います。 LINE 公式アカウントの友達登録もぜひよろしくお願いします。こちらが今使っている筆箱です。フラットピンケースって言ってかなりね薄いんですよ。これがめちゃくちゃ使いやすかったです。これはね元々ついているタグですね。めっちゃ可愛い。ここもクレパスになっていて、でねこちらがガチャガチャです。視聴者様からいただいたガチャガチャや自分でゲットしたガチャガチャがついてます。まず開けてみます。中を開けるとこんな感じです。手帳みたいになってるんです。フラットペンはここにこう引っ掛けておくだけなんですけど、全然外れたり動いたりしないですね。この方が使いやすいかも。鉛筆もまあここに入れれば止まるんじゃないかな。そして非常にシンプル。これねどこで買ったかな、100均で買った消しゴムです。でもこれ一回破っちゃうともうねあとは袋意味ないんですけど、これ何個入ってるんだろう。2、3、4、5です。謎に消しゴムが5個。でさらにねこれもったいなくて使えないんですけど、これもこの筆箱を買った時に一緒に買いました。桜クレパスの消しゴム、あとは修正テープとシャーペンがないのにね芯だけ入ってるっていうね。これ全部ボールペンなんですけど、一応写真が入っております。これどこでゲットできるかっていうと本屋さんで実は買いました。レトロで可愛い桜クレパスの文具たち。こんな感じで、あ、私よりも完璧に使いこなしてるわこれ。ハサミとか付箋とか手帳みたいなものまで入ってますね。これね本当に良かった。今回はこちらの筆箱を購入した時にね一緒に買ったものもあるので、そちらも紹介していきます。かなり入りますよこれ、おすすめ。そんなに大人なんでね学校に筆箱を持ってくとかそういう機会はもうないんですけど、やっぱりね家で使ったりカバンの中に入れて持ってく時もあるので便利。ミニチュアの文房具も購入したのでこちらも紹介していきたいと思います。まずこれキャンパスのあの大学ノートですよ。やばくないですかこの小ささ。これ1冊が150円でした。まあ買いやすい。ちっちゃいからどうかなって感じですけど、このクオリティで150円はすごいいいと思う。ほんと実際に書けますよ。サイズ的にはもうこの鉛筆がちょうど合ってるかなっていう感じ。この筆箱の中に入れて使おうと思っています。続きましてこちら、これがねシール自体は可愛いんですけど値段がすごく可愛くなかった。420円、高いよ。いやそのぐらいするのかな。他のものがねお値打ちだったので、この後出てくるものがちょっと、このジャポニカは可愛くなかったですね。ただこの小ささのノートってもうなんか世界最小かなって思ったので買ってみました。一番世界で小さいジャポニカだと思いますこれが。うわー、これこれだけ入ってるってこと、絵柄が。だったらお得ですよね。わー、すごい。国語、算数とか漢字練習見えないですねこれ。このタイプちょっと珍しいかも。緑じゃないんだ、青色のちょっと青っぽい感じ。自由帳とか、あ、算数でもね低学年とこっちは高学年だ。すごい、いろんなタイプがあるんだ。全部これ絵柄が、あ、2種類ぐらいずつあるのかな。もうこれが大きく見えますね。これがこれね全部シールになってます。使うのがもったいないですね。でこちらの付箋なんですが、これ以前ね紹介したガチャガチャにすごく似てるなと思って買ってみました。ガチャガチャにこういう段ボールがついてくるガチャガチャがあったんですよ。段ボールのガチャガチャで、今回は付箋をこの箱に入れられるみたいです。こっちは値段も可愛かったです。これはね130円なの。ジャポニカちょっと高いですよね。対象年齢6歳以上。ぶどうとかもあった、いちごもありましたね。おっとっとと、みかん。何書くこれに。どうなってんのこれ。箱、箱を、これはちょっと筆箱に入らないか。箱はね、こうかな。ああ、いやーかわいい。付箋が2つも入ってた。ちょっと形が違うみかんだ。いいんじゃないこれ、すごい。でかすぎるけどね、みかんが。まずみかんの付箋。で、こっちがバナナ。バナナはちょっと箱が大きいのかな。おー、バナナは1房。
よいしょ。いやー、これかわいい。付箋の他にもね、シールとか入りそうですね、これ。で、こうだ。うわー、すごい、これ。付箋には見えない。めちゃくちゃかわいい。いやー、これ買ってよかったです。ということで、最近買った文房具はこんな感じかな。実際にこのクレパスの中に、キャンパスかね。クレパスにキャンパス。あ、いいじゃん、いいじゃん。すごいかわいい。はい、ということで、最新の私の筆箱の中身を今日は紹介させていただきました。雑誌の付録とは思えないぐらい豪華な筆箱でした。本日もご視聴ありがとうございました。アジン TV の LINE 公式アカウントができました。 LINE でしか見られない動画を投稿しています。ぜひ友達登録よろしくお願いします。